みなさんこんにちは武田学校講師の武田恒康ですそれでは授業を始めます <laughs> はい二、えー、度目の御政談のところまで行きましたよね今日はですねこちらですはいドドン八一五事件ね青年商工決起ということですまあこれあのまあどうでしょうかね二二六事件は知ってる人多いと思うんですよね えー、515事件も、ね、知ってる人多いと思うんですけども815事件というとん ?815?、えー、というふうにです、ね、ちょっと聞き覚えがないという人もいると思うんですけどもでも実はです、ね、これあの815事件というのは日本人ならばですね、えー、やっぱ知っとかなくてはいけない、えー、ところだと思います。えー、8158月15日終戦の日ですよねこの終戦の日未明にクーデター事件が起きました。 えー、でこのクーデター事件もあと一歩のところで,成功,のとこまで、えー、成功するところまでいってるんですね、えー。だって彼らは皇居を軍事占領してしまったわけですから、えー、やっぱこの、ね、先の大戦で、ね、いろいろと学ばなきゃいけないことはありますけどもこれはやっぱりその1つですよ。戦争というのは始めるのは簡単でも終わらせるのは難しいということなんですね。 えー、でこれは昭和20年8月15日まさに玉音放送がですね、えー、まあ終戦のですね玉音放送まあ正確に言いますとポツダム宣言受諾の見、えー、事のりこれをですね、えー、まあ玉音まあ昭和天皇のお声によってですね、えー、お読み上げいただいてですねこれを放送したこれが玉音放送です、えー、これが8月15日の正午行われるわけなんですけれども、えー、実はその日の未明皇居が ししたたたた青年将校たちに、えー、軍事占領されれとというここがありました、えー、これはですね、えー、ご覧になった方もいらっしゃるかもわかりませんご覧になった方よくご存知なんですけどもね、えー、映画もともとこれ、えー、坂東和寿さんの「ですね、えー、日本の一番長い日」という本がありましてまさにこの「815事件」をですね中心に扱っている、えーまあ、本があるんですけども、まあ、これが映画化されましてこれまで2回かな3回かな2回かな。 一つは白黒版ですねもう1つは数年前何年前だあれ、えー、終戦70年の年に合わせて作られたのかな数年前にですね映画化されています「日本の一番長い日」これはですね必ず見ていいたただきたい映画なんです、はいえー、やっぱですね戦争を始めるのは簡単でも終わらせるのは難しいということこれとても大切なことなんですけどもあのよく言われているのは「るのは 昭和天皇の鶴の一声で戦争終わったよねっていうわけですね。えー、この御清断によって、えー、そして玉音放送が流れ、えー、天皇が、えー、自らね、えー、終わらせたよねと。はいえー、で天皇の見事のりによって戦争始まったよねと戦争。天皇が始めた戦争を天皇自身の力によって終わらせたと。えー、というふうに、まあ、一般的には見られてますよね。えー じゃあ何でもっと早く戦争を終わらせてくれなかったのかそもそも無益な戦争を何で昭和天皇がね始めたのか、えー、なぜ天皇は戦争を始めたかなぜ天皇は早く戦争を終わらせなかったのかここら辺はよくですね天皇批判として言われることがあります。しかしですね、えー、そのことはそう簡単ではありません。戦争を始める時の話はですね以前この授業でもやりましたよね。えー、もうねだって朝日新聞が煽り立てていったわけですよ。 えー、まあ軍も政府もね一部やる気でしたけども一部はやる気がなかった、えー、で一番やる気だったのはどこかというとこれは国民だったんですよね。 国民が政府に対して何やってんだまだアメリカに攻め込まないのかと弱腰へと言ってですね国民全体の世論がなぜアメリカに攻め込まないみたいな感じになってたんですね。その先陣を切って国民のそういうねあの、えー、強硬路線強硬的な考え方を煽り立てていたのが例えば朝日新聞なわけですよ。 で朝日新聞はですね以前紹介したことあると思いますけども「えーね、国民はすでに戦う準備はできているあとは開戦の号令を待つのみ」こういう社説を書いてるわけですね。えーえー、で昭和天皇も後でね昭和天皇独白録で語ってらっしゃるんですけどももしあの時自分が戦争反対なんてことを言おうもんならばそれこそ天皇は殺され。 ええー、誰も制御できないめちゃくちゃな状態のまま戦争に至っただろうと、まあ、このように、えー、昭和天皇自身がです、ね、語ってらっしゃるわけなんですあの時に戦争反対なんてことは思ってても口に出せるものはいなかったんですねやっぱこの空気と言いますかえそういうのあるんですよ <laughs>、えー、で終わらせる時もそうですねあの、えー、広,島に広島に原爆が落ちたそしてソ連が参戦した で長崎に原爆が落ちた、まあ、そこでご成団が下るわけなんですけども結局その時に、えー、終戦を決めてもそれでもクーデター事件が起きたんですよ。ましてやねソ連参戦前に終戦なんて言ったらおそらく昭和天皇は殺さ,殺されていた可能性が高いもしくは殺されていなくとも幽閉、まあ、されてね なんかその適当な宮様をね、えー、軍人の宮様を天皇に祭り上げてということがおそらく起きたでしょう、えー、で陸軍大臣にしても参謀総長にしてももし和平を口にしていたらおそらく殺されてます、はいえー、で前回までにやりましたけどもこのソ連参戦によって、えー、もうもう無理だというふうになったわけです これはアメリカの分析通りでしたよ、ね、だって一番もう日本の中で一番の強硬派は、えー、陸軍の参謀本部でした、えー、何度か説明しているからもう分かっている人多いと思いますけども参謀本部というのは陸軍の作戦を立案する責任機関なんですね。えー、で陸軍の作戦を担当している部署がね、えー、主戦派最後まで戦うぞというね一億玉砕という、まあ、そういう考えだったんですね。 彼らはアメリカとの最終決戦、えー、の,この計画を立案してました。アメリカは日本に,日本に上陸する予定でしたよ。硫黄島を落とし、沖縄を落として、次は九州、そして次は東京をですね、えー、狙うという、そういう軍事作戦がありました。えー、日本側もアメリカは、ね、本土上陸してくるって分かってます。えー、それを迎え撃つ作戦を立案している部署が、これが参謀本部だったんですね。えー だから途中でねポツダム宣言受諾して、ね、戦争を途中でやめるなんていうのはとんでもないとね、えー、アメリカが来るからそれを迎え撃ってギャフンと言わせてやろうとその上で講和に持ち込んだ方が有利な講和条件になるんじゃないかこんなふうに考えていたわけなんですね、えー、だからソ連参戦までは参謀本部がやる気だったわけですよ一番の主戦派である参謀本部がやる気だったんですね じゃあなぜ昭和天皇がねここで御政壇を下したかと言ったらソ連が参戦したからですよソ連が参戦したら参謀本部がもう無理だってなったわけです一番の主戦派で最後まで戦うと言っていたその参謀本部がソ連が参戦したらお手上げもう無理だと言ってもうこれは終戦しかないってなったわけですねそこで間髪を入れずに、まあ、鈴木貫太郎総理が昭和天皇の御政壇の言葉を引き出して終戦を決定しましたよね このタイミングだから決定終戦が決定できたわけなんですもしソ連が参戦する前にポスダム宣言受諾するなんてことを間違ってでも口に出したら総理大臣は殺され陸軍大臣は殺され天皇だって殺された可能性があります、はいえー、ですから戦争を始めるのは簡単でもう終わらせるのは難しいとだからソ連が参戦したことによってもうほとんどね、えー、戦争継続を訴える者はほとんどいなくなった。ね 前回言いましたけどでもそれはほとんどいなくなったのであって一人もいなくなったわけではないわけなんです。まあ、そこでですね、えー、青年将校たち陸軍のですね青年将校たちが最後まで戦うというね、えー、思いを持ってたわけですね。で実際に決起します反乱を起こしてしまいます。だだかかららソ連参戦の後だったから 小さい規模のでで済んだんだすよもしソ連参戦前に、えー、終戦を口にしていたらまあとてつもないクーデターが起きておそらくそのクーデターを成功したのではないかなと思っておりますだってこの少人数のね、えー、決起ですらだって皇居占領するとこまで行っちゃったわけですからねもうこれは本当に日本にとっ,とってとても大切なことなので是非この連休中にこれ見てください。日日本の一番長い日 えー、どこのパッケージで見られるかよく分かりませんが Hulu なのか Netflix なのか分かりませんがどっかで見られるはずですからこれは見てくださいねあの2つありますからね、えー、古いやつと新しいやつありますまあ新しいやつの方がまあ見やすいかもしれませんけど、まあ、1本見て面白かったら2本見てあのね比較してもらうのもありかもしれませんで新しい方の日本の一番長い日は まあえーまあ、主人公というのかな、えー、穴見陸軍大臣、はい、この方が一番重要な役割を担ってるんですけども、えー、<laughs> 役所広司さんがですね、えー、役所さんがこの,あの、えー、穴見陸軍大臣の役をおなさってくれましたいやー私役所さん好きなんですけどねやっぱねこのね穴見陸軍大臣の役を演じるのってこれ結構大変だと思うんですよ。 あのいやいやほんよか,よかったなというかこれね8月15日の未明穴見陸軍大臣自決してますからね、えー、でねこの時の陸軍大臣が穴見さんだからまあ無事に終戦できたと思うんですね、えー、もしねどっちかでもダメですよそうねえー、と和平派の陸軍大臣だったらとっくの塔に殺されてます かといって本当の主戦派だったらこのクーデター成功しちゃってますよでアナミ陸軍大臣は和平派なんだけども表面主戦派を装ってるわけですねだから良かったんですよ、ね、今自分がね和平を口にしたら即攻殺されてめちゃくちゃなクーデターになるって分かってるからそうだとお前らの言うことは分かってんだと。 ね、しっかりお前らの気持ちを俺が伝えてくるからとにかく待ってろって言って決起をとどまるようにしてお前らの言うことは俺がちゃんと閣議で総理大臣にぶつけてくるから、ねえー、軽はずみに決起するなよとまず俺が行ってくるって言いながらですねなだ <laughs> めてなだめてなだめていってそれで本当は和平派なのにこんなもん飲めるかポツダム宣言こんなもん飲んだら日本がおるぞとか言ってギャンギャンやるわけですよ閣議で。 だから話がまとまとないわけですね。えー、それで最終的に、えー、御前会議で昭和天皇のご清壇2回目が下るんですけども,もう最後の最後まで穴見大臣はですねこんなもの飲めるかと言ってね、えー、もう散々やるわけですね、はい、でも和平派なんです、えー、だからもう,もう本人自身がもう,もう役者なんですよね完璧に役をこなしてるわけですよ それを役所さんが演じるというところがまた面白いんですけどもこのアナミさんを演じるってこれすごいすごいことなんですよまあ見てくださいとにかく、はいえーまあ、このね、えー、竹下中佐畑中正佐、ね、椎崎中佐井田中佐、まあ、この4人を中心としてもうちょっと人数いるんですけども、えー、この青年将校たちがですね、えー、8月15日の午前0時をもって決起します。 えー、そうですねまあこの流れで言うとこの2度目のねご清算が下ったのはこの14日の夜ですよ。ね、それで夜11時ぐらいだからもう決起の1時間前ですね夜11時ぐらいに、えー、昭和天皇がこの、えー、レコード版の収録をするんですね。 これはあのもう午前会議が開かれて結局そのね東郷重則外務大臣はポツダム宣言を受諾すべきだというそして穴見陸軍大臣はこんなもん受諾できるかと前回やりましたよね「サブジェクト・トゥ」というね天皇は GHQ のもとに霊属すると、えー、というふうに陸軍省は翻訳しました。 海軍じゃあね、えー、外務省は、えー、天皇は、ね、GHQ のもとに制限のもとに置かれるというふうに翻訳しました、まあ、サブジェクト・トゥーというのを制限のもとに置かれると翻訳するか霊俗すると翻訳するか、まあ、別にどっちだって同じことなんですけども天皇が霊俗とは何事かと言ってだからアメリカ信用できないんだって言って阿南大臣がこんなもの述べるかって言ってですねポツダム宣言受諾反対をガンガン言うわけですよね。 で、えー海えー、外務大臣と陸軍大臣の間で全く意見の一致ができなくなっちゃってそれで第2回目の、えー、昭和天皇の御成壇に至るわけなんですね。はい、えー、で でこの五星壇学2回目の五星壇学だったのがこの前日8月15日の前日の8月14日ですそして、えー、昭和天皇のお言葉前回やりましたよねそれぞれの意見は聞いたけれどもね、えー、双方の気持ちはよく分かるとでも私はあの外務大臣の言うねポツダム宣言受諾の意見に賛成であるということでなぜならばということで耐えがたきを耐え忍びがたきを忍び、まあ、そういった言葉もありましたあの時の昭和天皇のお言葉をもとにして証書、えー、が作られ、えー、そして、えー、と修正と 正確に言うとポツダム宣言受託のみこといいですけどもこれを政府が寄贈しましたえそして、えー、その文章を、まあ、昭和天皇自身があのマイクの前に立って玉、えー、音でこれを読み上げるということになったわけですねでそれを収録したのが8月14日のもう午後11時ぐらいなんですね深夜ですよ、えー、そこで昭和天皇があの、まあ、あ読み上げたものをですねレコード版に収録しました そそしてもうその1時間後には決起なんですね、はい、でこの決起の前の段階をですね相当説明しなきゃいけないんですけども穴見陸軍大臣の周辺にこの、ね、若手の将校たちがいるわけですよ。で彼らはクーデター計画を、ね、大臣に見せるわけですね。どうもポツダム宣言受諾の流れがあるらしいですねとそんなことは絶対許されないと、ね、で私たちがクーデターを起こしてとにかく最後まで戦争を遂行するんだと言ってクーデター計画を見せるわけですよ。 そこでダメだなんんて言ったらもう本当に殺されるんですね陸軍大臣は、えーえー、だからそうかそうかと、えー、お前らの気持ちはよくわかるぞとよくできてる計画だなとよしよしとでもまだ動いてはいけないってやるわけですね。ええー、君たちの気持ちは私が伝えてくるからということでですね、えー、それで、えー、まあもうこの14日なんてもうほ,ぼほとんど一日中議論してたんですよ閣議はね。 ありましたそして、えーね、もう、えー、ポツンと宣言を受託すべきだ受託,受託すべきじゃないうわーってやり合うわけですねそしてもう何時間やっても平行線なわけですよそしてアラミさんはねこれねこの人はあの昭和天皇のお月武漢をしてた経験があるんですね、えー、でこれあの総理大臣、ね、鈴木貫太郎総理ともお仲がいいんですよ 鈴木総理も、え、えっ、ー、と、侍従長を経験していましたし、若い時は昭和天皇のお月武官をしていました。同じような時期に、穴見さんも昭和天皇の陸軍のお月武官をしてたんですね。だから、鈴木総理は海軍のお月武官。で、穴見さんは、陸軍のお月武官をしていたんですね。だから、昭和天皇がまだ若かりし時にですね、えー。まあ、あの、昭和天皇の下でですね、部官として、えー、勤めていた経験があります。はい。 そして昭和天皇もですね阿南、まあ、というんですけどもいつも阿南阿南と呼んでいたらしいんですね間違って阿南と覚えたのか、えー、ニックネームで呼んでるのかわかりませんですけども阿南は阿南はというふうにねおっしゃってるわけなんですね、えーえー、まあそれでですねあの、えー、非常に昭和天皇の信任も厚いわけですよで昭和天皇がなんとかここで、えー、チャンスを捉えて終戦,終戦に持ち込もうとしてることも分かってるわけですよね でももうここはポツドン宣言を受諾すべきだなんてことを一言も漏らしたらもう完全に殺されますなんで言い切れるかっていうと実際にこの人たち、えー、血気に乗らなかった商校たちを次々と殺していってるからですよ。 えだから当然、陸軍大臣がこの人が和平派なんてなったら、もう和平派は片っ端から殺す覚悟ですからね、現に殺されてますからね、和平派の人たちはね。はい、ですから、陸軍大臣がねもし和平派だっいうことになったら、本当に殺されてしまう。で、この時にですね8月14日の段階で陸軍大臣が殺されていたらどうなったかですよ。どうなったか、いいですか、1人でも大臣がかけたら内閣総辞職婦です。 あ今と違います今は大臣に1人かけてもじゃあ首相が兼務とかね新しい人を任命して内閣続行できますところが戦前はそれができませんでしたえ1人かけたら内閣総辞職ですねポツナム宣言受諾を決定してこれからね外交手続きも経てね終戦手続きを始,始めなきゃいけないそのや先8月14日に内閣総辞職になったらどうなります でそこからじゃあ重心会議開いて誰を総理大臣にしようかってやるわけですよで総理大臣決めてそこから組閣ですよその時に和平派の陸軍大臣決められると思います当時は軍部大臣現役武官制といってそれに陸軍省がこいついいよと出さなければこれ組閣できないんですよねだから和平派の総理があの次立つことはできません主戦派の総理が立たないと組閣が不可能なんですね 陸軍省がこの総理嫌だって言ったら組閣を拒めるんですよ内閣が組閣される前に倒閣できちゃうんですよ倒閣っていうのはあの内閣を倒すことですね組閣前に倒閣できちゃうんですよねだから軍部大臣現役武官制というのは悪しき制度だということをですね以前解説したことがあると思います はい、ですからもし8月14日に内閣総辞職になったら組閣自体が不可能になったはずなんですね。そして誰を大臣に立てるのか陸軍省として大臣を出すのか出せないのかそんなことを4日も5日もやってたらせっかく昭和天皇がね2回目の御成断を下したにもかかわらず戦争を終わるチャンスをみすみす逃してしまうことになりますよね。 そういういこと分かってるわけですよ。だからアナミさんがここで殺されるわけにいかないんですね <laughs> そのためにはどうしたらいいかといったら和平派であるということをひた隠しにするんですよ <laughs> 分かるお前らの気持ちは分かるとでもまだ動くなって俺がやるからって言いながら押さえて押さえて押さえて押えるんですねそして自分は主戦派であるあくまでも安易なポツダム宣言受諾には断固として反対であるというふうに演じきるわけですよそして閣議の途中で休憩に入るわけですね えー、そして休憩に入ると、穴、え、見、ー、大臣は陸軍省に電話するんですよ、今なと、こういう話があったんだと、俺はこういうふうに言ってやったと、君たちの気持ちはしっかり伝えてるから、まだ動くな、で大臣、そろそろ決起していいですかみたいな、そんな連中と、まだ決起するなって言いながら、今、こうだからって言ってですね、えー、やってるわけですね。 えー、そして、えー、盗聴してるかもしれない誰かがね聞いてるかもしれない中で本当にですねアナミさんは、えー、強硬路線をですね、えー、語っていくわけなんですね。はい、えー、じゃあそうやって語っていったアナミさんがね、えー、演じる中でどう閣議が進展していってそして実際にどうね決起が起きそして最後鎮圧されるのかは次回にしましょう。今日はここまでです はい皆さんチャンネル登録をお願いいたします。ねもうすぐ何万人50万人もうすぐ、はい、ポチッとよろしくお願いいたします。